日本が莫大な資金投入して開発している F2 次期戦闘機開発ですが、純国産での開発は、ついに、断念。に、自衛の共同開発での合意がなされるものとみられます。今回は、この日本の F3 戦闘機開発を詳しく見ていきますね。新進を量産したらいいのですが、また、この計画には、何か、裏があったようです。量産仕様ではなくテスト機なので、量産には不向きしかし、新進の量産型を開発していれば、もっと違った形に、F3 戦闘機計画がなっていたのかもしれません。日本政府の判断が遅い。現在の航空自衛隊において、運用中の F2 戦闘機は、四方を、広い領海や排他的経済水域に囲まれている、日本の地理的な特性を反映し、自国で保有する戦闘機の中でも、最も多い追艦攻撃兵装を、搭載可能な機体として知られている。F2 戦闘機は、主翼の先端部に2箇所、主翼の下部に8箇所、胴体下に、1箇所の合計11箇所に、兵装の画下元が可能であるが、対艦攻撃時には、ここに、最大4発の空対艦ミサイルを装備して、任務に従事することが想定されている。この空対艦ミサイル4発を装備する場合でも、F2 戦闘機は、同時に、空対空ミサイル2発も、携行が可能なため、最低限のセルフディフェンス能力も兼ね備えており、作戦行動の幅を広げることに貢献した機体となっている。F2 戦闘機は、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースにしつつ、機関部は、単発でありながら、これだけの対艦攻撃能力を獲得しており、日本の国情に合わせた仕様を実現したという、意味で、かなり稀有な存在とも言えよう。ただし、こうした仕様を、F2 戦闘機が実現できたのは、三菱重工業者を中心とする、日本の防衛産業各社のたるまぬ、研鑽の賜物であり、政治マターで、F-16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得なかったことを、なんとか形にしたものだ。本来であれば、当時でも、大型の空対艦ミサイルを、4発も、同時に搭載が可能な機体であれば、ある程度の機動性も確保しつつ、その重量を考慮して、総発の機関部とすることが、定石と思われるが、与えられた制限内で、要求を満たしたわけである。こうした F2 戦闘機の開発の経緯を踏まえて、同期の2035年前後での退役に際し、それを代替すべき次世代戦闘機についても、完成後に、日本側の意向に沿った自由度の、高い回収が行えることが大きなテーマとして掲げられてきた。そうした意向を織り込みながらも、日本は太平洋戦争後の戦闘機開発が前提そうであったように、やはりアメリカと共同開発を行うことを前提に、次期戦闘機への取り組みを進めており、その方向が確実と見さされてきた。あくまで日本側が、開発の主導権を有すること、完成後の改修等においても、任意にそれを行えることを目指しつつ、いわゆる第5世代戦闘機で、西側諸国のディファクトスタンダードとなった F-35 ライトニング2を要する、ロッキード・マーチン社が、技術支援先の本命と見られてきた。しかし、アメリカ側やロッキード・マーチン社側とは、こうした日本サイドの要望が、最終的に見合わず、次世代戦闘機開発をめぐっては、戦後、初めて、アメリカ以外の国との共同開発を行うことが濃厚と報じられるように変化した。ここで浮上したのがイギリスであり、同国は、自国の BAE システムズ社を中心として、現在の主力戦闘機のユーロファイタータイフーンを代替するためのテンペスト計画を主導しており、以前から、日本の参画も歓迎していた。イギリスと BAE システムズ社が推進するテンペスト計画は、2019年7月に、まず、スウェーデンが覚書を交わして、
そこに参画することになったが、スウェーデン自体は自国でサーブ39グリペン戦闘機を開発した経緯も持っている。そのため、スウェーデンのテンペスト計画への覚書の締結とは、即座に同国がテンペスト計画で生み出された戦闘機を採用することとイコールではなく、あくまで戦闘機開発の工程で生じる技術の共有という側面が強いと見されている。第二次世界大戦後の国家としてのスウェーデンのこれまでの軍事政策は、旧ソ連、現ロシアを最大の仮想敵国としつつも、中立的な立場を堅持することで、国の存続を貫くという形であり、切れ、ゆえに戦闘機を国産化してきた経緯がある。その意味では、スウェーデンは、日本と同じく、専守防衛を基本に据えた、軍事政策を行ってきたと言えるが、あえて NATO への加盟や、国外からの兵器調達を行わないことで、旧ソ連、現ロシアを刺激しないようにしてきた点が、特殊ではある。日本は、自衛隊において、スウェーデンと同じく、専守防衛を掲げてはいるものの、国家としては、アメリカと唯一の軍事同盟を締結し、数多くの兵器、及び、それらのシステムをアメリカから調達しており、立ち位置としては、はっきりと西側であることを標榜している。しかし、スウェーデンがこれまで貫いてきた、軍事的な中立の政策も、今年2022年に、ロシアが、ウクライナへの軍事侵攻を強行したことで、転換点を迎えつつあり、同国がフィンランドと共に NATO へ加盟することは、ほとんど間違いない動きとなっている。これによって、スウェーデンの戦闘機の調達が、従来通りに、サーブ等の国産路線を継続するのか否かにも、注目が集まるが、NATO の標準仕様に準じる必要が生じれば、テンペスト計画への参画が、大きな役割を果たす可能性もあるだろう。さて、テンペスト計画だが続く2019年9月には、イタリアが首位相を取り交わしており、これによって、少なくとも、イギリス以外に完成した機体を調達する国が複数となり、スウェーデンも含めれば、最大で400機前後の代替需要を得るに至った。日本の次世代戦闘機開発と、イギリス、スウェーデン、イタリアのテンペスト計画とが、一つの開発プロジェクトに統合されるのか否かは、まだ判然としないが、日本の次世代戦闘機の調達数は90機前後と言われている。よって、仮に、これらの計画が統合されると仮定すれば、およそ500機前後の代替需要を抱えた開発プロジェクトとなることを意味し、数的には、日本がアメリカと共同開発を行うよりも、初期の開発コストを低減させられる可能性は高いと思われる。日本の次世代戦闘機とイギリスを中心とするテンペスト計画とは、すでに機関部の実証実験機の共同での開発、そしてレーダーシステムの共同での研究を行っているが、すべてを統合した開発となるのか、正式発表が待たれる。ただし、若干気になっているのは、テンペスト計画自体の進捗が遅延気味の傾向にあると指摘する声があることで、確かに BAE システムズ社を含む参加企業に戦闘機開発のノウハウの蓄積はあれど、いずれもいわゆる第4世代機に限定される点だ。日本はといえば、現行の F2 戦闘機の開発に際して、その第4世代機であっても、機関部の国産化が果たせなかったわけであるから、イギリスやスウェーデンより、その分野で遅れていることは間違いないため、非常に気がかりだ。さらに言えば、ロシアを最大の仮想敵国とするイギリス等と異なり、日本が今や、最大の仮想敵国としている中国は、いわゆる第5世代戦闘機の国産の J20 の量産化に着手しており、
対峙する戦力の厚みが全く比較にならない点がある。今のロシア・ウクライナ戦争において F-35 ライトニング2とまでは言わないが、例えば F-16 ファイティングファルコンの最新型の V 型等がウクライナに供与され、ロシア製の戦闘機に対する優位性が示されれば、安心感は少しは増すとも思える。しかし、残念ながら、今のところ、そうした動きは見られず、西側諸国の兵器の質が、ロシア製のものを確実に上回るという、証明は、戦闘機に関しては確認できない状況が続きそうで、日本にとって、有意義な戦訓は、得られそうにない。そういえば、西側諸国が、ウクライナに対して、レオパルト2等の最新の標準戦車を供与しないことに関して、いざ供与して、ロシア軍に、それが破壊される憂き目に遭えば、以後の輸出に、支障が生じるから行わないとする理屈を少なからず目にする。しかし、輸出用のモンキーモデルだったと言われつつも、ロシア製の T-72 等は、湾岸戦争やイラク戦争で、アメリカの MIA ブラムスや、イギリスのチャレンジャーに完敗を喫しており、射撃精度そのものに大差があるようにしか感じられない。